活動休止中のダウンタウン松本人志に関する新情報が6月25日発売の週刊女性、主婦と生活者で報じられた。画像、やばい、松本人志、ミニスカ美女とのランチ期不倫飲み会写真を独占入手。同志によれば、松本の性加害疑惑を文春に告発したという X さんが周囲に自分は告発するつもりはなかったと訴えているという。 週刊女性といえば、週刊文春が松本を激しく追求していた1月上旬に、女性たちをアテンドしたスピードワゴン、小沢和隆に被害女性から届いた、松本さんも本当に本当に素敵で、など、お礼、メールが映ったスマホのスクショを掲載。それを松本が X、旧ツイッター、で一部を引用し、とうとう出たね。とポストし大いに話題になった。 それに続いての、週刊女性による今回の報道。被害女性側からの告白は、潮目が大きく変わるようにも思える。だが、マスコミ各社は一旦、生刊ムードだ。というのも松本からの性被害を訴えたのは A さんと B さんで、現在進行中の裁判でも両名がキーパーソン。X さんが A さん、B さんのどちらかであれば、文春。 の主張がが崩れてもおかしくない同志を読む限りその可能性は薄い。ならば A さん B さんに近い人物かといえば同志で X さんのことは性被害疑惑を「文春」に告発した中野一人で芸能関係の活動も行っているとだけ書かれている。「文春」の「松本追求キャンペーン」に登場した女性は10名以上。X さんがどの被害を訴えた人なのかは 記事を読んだだけでは然としない不明な部分が多いのでスポーツ紙も動くのをためらっている。スポーツ紙が報じなければ今のテレビは扱わないですからね。松本さんが訴えているのは A さん B さんが登場した初回報道のみ。シュー女の記事は訴訟対象から外れた飲み会で起きたことを指している可能性もある。だとしても、 1>, 1月のように松本さんが X などで反応してくれれば、記事にできるんですけどね。スポーツ指揮者。松本サイドとしては、こうした報道が飛び出すことは悪い話ではない。飲み会参加者の X さんが、自分は告発するつもりはなかった。自分は被害を受けた認識はなかった。といえば、松本の潔白を印象付ける作用をもたらすだろう。まさに、週刊文春 VS。 週刊女性の場外戦だ。裁判で松本さんサイドは被害女性のパーソナルな情報を求めましたが、これは A3B さんにプレッシャーを与える狙いもあったと思います。松本さんサイドとしては、二人に証言台に立たれると厳しい戦いになることが予想される。A3B さんに引き下がってもらえるならば、それがベターですからね。放送関係者、これに対し、 文春の代理人を務める北村洋一弁護士は、人定要求を完全スルー。粛々と争点を整理している。すると、松本サイドは5億5000万円の損害賠償請求に上乗せする形で、活動休止している間の休業補償を求めるような動きを見せた。金額は不明だが、松本クラスともなれば年収は優に億超え。 合計で10億円以上の特大訴訟になる可能性もある。これもまた金額を大きくすることで、プレッシャーをかける意味合いがあると思います。どう、放送関係者、と、法廷の外でも激しい駆け引きが続いている。そこで、今回の週刊女性による報道について松本は、どう感じているのか。と代理人弁護士の事務所に質問したところ、個別の質問についてはお受けしかねる。 ととのことだった松本の裁判は長期戦の様相を呈している。判決日まで「心理戦」は続きそうだ。